6月25日です。5月の11日に種まきしたアスパラナが大きくなってきました。そろそろ収穫してみたいと思います。今年2回目のアスパラナです。なんかちょっとまだ細いですけども、だいぶ伸びてきてますんで収穫してみた方がいいと思ってます。収穫したアスパラナです。だいぶ肥沃そうに見えましたけども、収穫してみると結構茎が太くて立派なものです。夏場に作ったのは初めてなので何度食べれるか分かりませんけれども、結構立派なのが取れたので、この後、今後も取れるんじゃないかと思います。まあ取ってみると結構太めな茎になってます。